こんにちは、おはようかな、どっちだろう。 AKB48 チームメイトという無限代表のハルピョンこと橋本アルナです。ちょっと待って、なんか変な、目が変、気のせいか、慣れかな、気のせいかな、なんか ピントが合ってない気がする。気のせいってことにしときます。でもなんか気持ち悪い、コメントの見え方。こんな急にでもさ、変になることある？昨日までは平気だったの。あ、多分慣れだと思う。落ち着いてきた気がする。慣れだ。入れ方の問題かも。ちょっと待って、配信始めたよって755に送って、で今日はメイクをしていきます。このあとお仕事がもうあるんですけど、自メイク済みでみたいな来てたので、メイクをしていきたいと思います。慣れた、多分大丈夫。メイクして、とりあえずメイクしよう。髪もしていかなきゃ。やばい、配信始めたてで言うのはあれなんですけど、めっちゃお腹空いた。どうしよう。でも今日の仕事が昼過ぎから夜ぐらいまでで、なんかご飯食べる時間とかなくって、だからギリギリに食べようと思ってたんですけど、どうしよう、めっちゃお腹空いちゃった。焼きおにぎり作ってあげたい、だって作ってほしい。そう、今食べたら多分お腹いっぱいになっちゃって、お昼ご飯食べれなくなっちゃって、そしたらなんか変な時間にお腹空いて撮影中にお腹空くっていうことになっちゃうから、それは良くない。どうしよう。これが今8時とかだったら別だったんだけど、
この時間なんですよね。昨日ね、ファンデーション一切してない。そう、昨日の肌どうだったんだ。なんか一昨日の撮影の時に、撮影お仕事の時に、あのメイクさんに、なんかどうやったらいい感じになりますかみたいな、メイクのりとか良くなりますかって話を聞いたんですよ。したらなんか私はその本当になんて言うんだろう、肌がね、ちょっとありがたいことにお肌が綺麗らしくて、だからあの別にやんなくてもファンデーションやんなくてもいいって言われて、そうなんだと思って、でそっからなんだっけ、下地だけでとりあえずトーンを合わせたり、お肌全体のトーンを合わせて、でクマとかはもうコンシーラーで隠しちゃえば全然 OK って言われて、昨日それをしたんですよ。したら確かに、なんか私笑うとすぐにここにシワができちゃう、笑いじわができちゃうんですけど、そこにいつもなんかなんて言うんだろう、そこがすごい跡になってたんですね。でもそれを昨日それをしたことでなんかその跡があんまり目立たなくってよかった。そうそうそう、これからはそうやってメイクしようと思って。これは今日焼け止めと下地が混ざったやつ。え、そんな泣ける話じゃないけど聞いてた？泣ける話だった？今あれ？泣いちゃった？お腹すいたね。昨日のドル明けがハルピョン劇場初でした。どうでした？それ言ったらね、どうだったか言わなきゃいけないんですよ。このルームでめんどくさいでしょどうでした？おっと、どうだったんだろう。どうだったんだろう。いなくなっちゃった。めちゃくちゃ可愛かった。ビンゴ
が良かったので近くで見れました。真帆ちゃんとのうさぎ対決負けないでそう、ありがとうございます。そうですね、負けないように頑張りますはい、絶対に負けないように、今年はハルピョンの年だったって思ってもらえるように皆さんに頑張ります。嬉しい。仲はいいんですよ仲はいい。最近それこそ波動とかも一緒だったし、いろんなお仕事で一緒になることが多い分。これは今クマを隠してます。仲はすごく良くて、もちろん魔法エリぐらいの仲の良さではないですけど、それはちょっとすごい、アコはすごい仲いい。ここには負けるんですけど、でも普通に仲良し。真帆ちゃんとナーミンってどっちが身長大きいんだろう。ナーミン？真帆ちゃん？ナーミンかな。ナーミンで、ナーミン MC で自分が AKB で一番大きいって言ってた。あ、そうなんだ。多分私がいなかった MC だ、それてかナーミンの MC 私いないから全部そうなんですよね。ナーミンがいる MC 私全部いなくて、お腹空いてる、すごいめっちゃ鳴ってる。ちょっと待ってて。
ちょっと待っててね。お腹空きすぎて。もう一回いきます。え、昨日さ、小指でぶつけたとこ、小指ぶつけたとこめっちゃ痛い。湿布貼っとこう今日マジで痛い。湿布貼ろう。え、ちゃんとヒットしました。なんかパイプ椅子みたいなのにぶつけたんですけど、その本当にこう、このこうヒットした。これパイプ椅子、これ私のこう、こう、あ、足の指ズン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 、こうヒットした。ちゃんとめっちゃ痛いつらっ。でも小指に限らず、昨日肘ぶつけたりとか、よくいろんなとこぶつけるんです私。だからあんまりそう、あんまりなんて言うんだろう、なんか小指だからぶつけてるわけじゃないどこでもぶつける。そうなんですよね、気をつけてほしい本当自分自分気をつけないとまたやばいぞって思ってます。この前走って電車に乗ろうとしたらホームドアに激突しました。走って電車乗らないでくださいね、危ないんで。あの時間に余裕持ってホームに行ってください。なんか昨日私見たんですよ、もう本当にホームに挟まれてる人みたいな。いやそれは危ないやんみたいなもっと余裕持ってきやと思って、なんか見ててかわいそう、痛そうと思って見てたんですけど、なんかその分さ、出発時間が遅れるじゃないですか、まあ、ほんのねきっと何秒とかの差だと思うけど、でも日本のさ電車ってすごい超定刻通りに来るみたいな感じでさ、なんか海外から結構絶賛というかすごいって言われてるらしい。日本人がそれをね大事にしなくてどうするって感じなんで。急ぐ気持ちはわかります、わかります、めっちゃ。そこじゃなくて朝のお家の段階で急いでほしい。それな、東京だったらすぐ3分後とかに次の電車来るじゃん。まあ多分電車にもよると思う、5分後とかもあるかもしれないけど、富山なんて3分後5分後に来るもんじゃないからね
本当に東京なんてもすぐ来んだから待ってなさいよ、うん、本当にどれぐらいの間隔、え、でも多分電車と時間によると思います。富山も本当、富山もいろんな電車が走ってるんですけど、その電車の種類にもよるし、あとは通勤ラッシュとか学校行くラッシュとか、そういう本当に時間と朝のお昼とかの時間とかにもよるから、全然どんぐらいですっていうのは明確には言えないんですけど、そう、でも本当に全然東京なんかより少ないです。よし、ちょっと一瞬ご飯のところに。どうも、なんか出汁茶漬け的なものをおにぎりが。サラサラっと、うん、うまっ。軽くお腹いっぱいにできる。
朝ごはん。何のおにぎりを使ったでしょう。鮭梅塩。答え出なそう。明太子昆布高菜かつぶしチャーハンシーチキンおかか。ちょっと待ってね。わかめご飯ツナマヨ。いぶりがっこ。おかか。正解は惜しいのはいっぱいあった。正解は明太マヨネーズでした。はい、正解者なし。明太マヨネーズのおにぎりにお湯注いで、なんかだしのやつみたいなやつ入れて完成。これ出来上がり。美味しい。なんかコンビニのおにぎりじゃなくて、これももらった、昨日もらったおにぎりなんですけど、そのおにぎりがコンビニじゃなくて、なんかすごいパッケージがいいとこのおにぎりみたいな感じだったんですよ。ええと思って、これ海苔どうなるんだろうと思ったら、なんか青さ海苔みたいな海苔でめっちゃ美味しい。やばい、最高。美味しいです。ピリ辛明太子。メイク。磯のりはお茶漬けに合うんだ。へえ、そうなんだ。なんかこの料理これをどうして思いついたかっていうと、セブンイレブンに鮭のおにぎりになんか出汁がうんちゃらかんちゃらみたいなやつがあるんですよ。鮭焼きおにぎりみたいなのの、それチンしたらなんかいい感じに出汁が出てみたいな美味しいやつがあって、これ別にこれ買わなくても自分でおにぎり買ってお湯と出汁でやったらできるんじゃないと思って、そう、あれちっちゃいけど美味しい。でもあれぐらいの量がなんか結構なんていうんだろう、小腹空いた時いいみたいな感じ。そう、あ、それ好きって人いっぱいいる。
ぱあれ美味しいよね。ちょっとちっちゃくて高めだけど、ちょっとね。あれ300円ぐらいするんですよ。200〜300円でもおにぎり1個、まあ、100円ぐらいじゃないですか。100円150円で、お湯なんて沸かせばできるし、だしなんて家にあるっしょ。だから安くいろんな味を楽しめちゃう。味も自分で変えれるし、やばい、全然進んでないメイク。なんか疲れちゃった、メイクするの。ここ最近毎日メイクして、毎日メイク落としてる。しかも割と長時間メイク。偉いよ。こうやって自分褒めていかないと無理ってなっちゃう。でもそのおかげで毎日まつげ美容液を塗るのを忘れないようになった。1日2回毎日塗るのを忘れないようになりました。なんか朝とかやっぱめんどくさくていいやって思っちゃうんですけど、メイクする前にこう塗って、で下地とかやって、でまあいい感じになった時にマスカラやるからちょうどいいみたいな、ってなったからいいことはあります。お仕事も普通にいっぱいできてるってことだし、
あとは昼過ぎまで寝ることがなくなったりとか、いいこと盛りだくさん。今日のメイクのポイント、まだ全然してないから何も言えないまだ今から待ってて。そう、もちろんお昼過ぎまで寝るのも幸せなんだけど、絶対生まれるんですよ、罪悪感ってものが。こんな時間まで寝ちゃったって。そう、それが生まれない、いいことだ。なんか昨日からさ、ずっとさ、塔として吸収されないオリゴ糖っていうの、そのそこだけのワンフレーズが永遠に流れてる。ずっと。だから今頭の中にオリゴ糖ってめっちゃいいんだなっていうそれだけがずっとある。とりあえず、今日私この中ないやん。まあ後ででいいか。流れてるんだよね。何の CM？ わかんない。オリゴ糖の CM。
ージオリゴスマートっていうお菓子の CM でしたすごい調べてくれたのありがとう、ありがとう、オリゴと。チョコレート、チョコレートの CM なんだ。全然食べないのに歌ってんのおもろいな自分食べないくせにチョコレート歌ってるん。立ってるだけ、立ってるだけ、立ってるだけ、どういうことだ、立ってるだけ、何の話だろう、分かんない、立ってるだけです。わかんないということだ謎が残っただけだった。よし、こんにちは、こんにちは。あ、ちなみにご飯は食べ終わりました。おにぎり1個分ぐらいなんで、すぐすぐでした。しかもお茶漬けなんてもうサラサラって感じだから、すぐ終わったよ。マスカラをしてます。なんかまつげパーマやってるけど、ビューラーも最近はやってて、ここだけ上げ、そっか、待って、今日ってさ、お弁当出んのかな。そうじゃん、携帯時間的に
お弁当出るんじゃない？え？出ないと思ってたけど。出るわ。よっしゃ。コンビニ行こう。いや、多分現場にはないと思うので、コンビニに行きます。でもそれを食べてる時間があるかどうかって感じ。うん、多分お弁当は用意されてないような気がする。アイライン引いてないよ。自分に言い聞かせます。これからの自分にアイライン引いてないから引くんだよ。なんか劇場のさ、楽屋さ、私結構暖房結構割と直撃なところなんですね。すごいあったかくてありがたいんですけど、アイラインが、アイライン、私リキッドタイプって言って結構なんか液状のものを使ってるんですけど、アイラインが蓋開けてたらマジめっちゃ乾くんです。そう、昨日出なくてめっちゃ困ってた。一人でずっと出ないって そうだから、アイラインがずっと乾燥しててかわいそうだった。化粧品代は経費で落ちますか？どうなんですか、あやなんさん。落としたこと一回もない私。てか経費って何、何、どっからどこまでが経費なのか分かんなくて使ったことない。うん、謎。何が経費？何、いつ経費ですって出すの？分かんない。あやなんさん助けてほしい。本当に。副代とかもあれですか、経費。でもトナカイ経費って言ってたから、基本経費なのかな。基本仕事で使うもの全部。じゃあ仕事で SNS とかもやるから携帯も使うじゃないですか。携帯もじゃあ経費ですか？
それは違う？それはさすがに違うのはわかる。ごめん。え、携帯経費で落ちるんですか？なわけないやん。完全に仕事用の携帯。ああ、なるほどね。じゃあ完全に仕事用の携帯を持てばいいのか。この携帯とは別で。髪型どうしよう。だってさ、ドボン用に iPad 買ったんですけど、え、経費ですよね、それは。じゃあもう去年買ったからダメだけど、去年一昨年買ったからダメだけど、今さら。ドボンするために iPad 買いました。でドボンのランキング書いたり、ショールームのランキング書いたり、もうほとんど、もう本当にそれ以外では本当に使ってないって言っていいレベルで iPad は。そうなんですけど、経費ですか？もうこれは一昨年に買ったやつなんで無理なんですけど。そういうのってどこで勉強するの？誰に学んできたの？てか、なんでわかんないの？私は。むずっ。サラリーマンは関係ないんだ。え、そうなの？知らなかった。でも税理士さんに頼むのもお金かかるんでしょ？
んかすごい今日下手、この間うまかったのに。この間触覚出してたっけ。いっか、ハーフツインしなくて。この間触覚出してたんだ。これがここにいたんだ、だからか。でももう腕疲れちゃった今ので。とりあえず前髪だけやろう。今日はそう疲れる日だね。何しても疲れる日だ今日は私あんまり何もしない方がいい日。なんか触覚長っ。こっち量多くない？なんかわかんないんだよね。美容室の方にお任せしちゃってるのでもうわかんない。おろしかマッチが必要かもしれない。え、本当になんか力が出ない、マジで。アンパンマン、なんだろうこのテンション上がらなさ。連日の仕事の疲れ？でも今日一旦
乗り切れば。なんとか。オッケー。もう髪もなんかもうやる気なさすぎてストレート疲れちゃった。あとでヘアオイルだけつけとこう。ストレートも可愛い。ありがとう。仕事に対するやる気はあるんですけど、このなんだろうこの多分疲れですね疲れが溜まってますでもこんなもんじゃないっしょ橋本って感じなんで、まだまだ頑張ります。ジョイナさん、今日私になんて言ってんだろう。ちょっと今クエスト回してる最中だから、ドラエグのこれがちょうど終わったら見よう。写真撮ったやつ。ガッツある感じかっこいい。ガッツだぜなんちゃらなんちゃら、ガッツだぜチャラチャチャチャラチャ、ガッツだぜチャ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 ラチャチャチャラチャチャチャ。よし、ゲッターズ飯田さん見ます。もうだって1月さ、いろんな仕事しててさ、写真多すぎ、もうすでにゲッターズ飯田さんどこ現れない。どこ行った。あった、ありました。今日は12日、日中は運気がいいので積極的に行動することが大事。仕事も早めに片付けられそうなことは片っ端から片付けてどんどん終わらせましょう。夕方以降は考えがまとまらなくなってしまいそうです。え、どうしよう。夕方以降が大事なんですけど。困った夕方以降が大事なんだけどなおかしい。
夕方おろし、飲んでる時間あんのかな。え、なんか2時間ぐらいあるじゃんこの時間。え、絶対この時間集合時間バラバラでよかったくない？2時間あるんだけど、めっちゃ暇な時間がある。え、めっちゃ暇な時間ある。フル見よう。昨日までフルでなんか何見ようかなと思ってて、最近なんかそれこそ今まだドラマってまだやってないですよね、1月冬のドラマだから、なんかどうしようと思って、どうしようっていうか、なんだろうな、なんかあれだなと思ってて、そしたら Hulu でなんか何見ようかなって考えてた時にドラマみたいなこう見てたら、14歳の母っていうドラマがあって、そう私その時2006年で6歳だったから見てないんですよ。そうでもなんかめっちゃ多分皆さん見られてたと思うし、多分みんなタイトル言ったらわかるじゃないですか、あああのドラマねって。でもそれがわかんなくって、みんなについていくために見てました。みんなについていくためにっていうか、どういうドラマなんだろうっていう、そう見てましたね。それを昨日ちょうど見終わりました。次は何見ようかな。フル唯一登録してるサブスクが Hulu なので、そうそうそう、映画とか見れちゃうよねマジ2時間あったら。うわ、砂の塔とか懐かしい、あったな。もうどんなだったか忘れたけど、うわ、なんか学校の先生にこれ見た方がいいよって言われてるやつ見つけたけど、何話あんの？36話ある。無理無理だわ。40分番組36話ある。しかもさ、あれじゃないんですよ、日本語じゃないの。何語なんだろう、でも字幕は入っててみたいな。そうだから音だけじゃ分かんないみたいな、見てないと分かんない。うん、え、斉藤さんあるじゃん。え、斉藤さん1、え、1に高見なさん、2に高見なさん出てたんでしたっけ。1に出てたんだっけ。出てるんですよ高見なさんが、斉藤さん1か2に、どっちか忘れちゃった。そうそうそう。図書館戦争おもろそう。なんか図書館戦争って。私が思ってた図書館戦争と違いました。前にあらすじ読んだら、なんかもっと図書館の中でバンバンみたいなやつかと思ってた。全然違ったんだよね。夜行観覧車ってどんなだっけ。
なんかタイトルはわかるけどみたいなのが多い。ドラマは TVer 頼み、まあそれもありよね。こうやって、うわ、私 DCU 結局見れてなくてさ、全部録画しっぱなしだ。したまま、そのまま見なきゃ。図書館の中は静かにしないといけない。確かに。ちょっとまた何見ようかなって考えながら今日を生きていきますわ。見たいのはいっぱいある。うん、よし。ということで、ちょっとそろそろ30分になるので、あ、11時半に終わる予定でした。もともとすいません、言ってなかったんですけど、準備して着替えてコンビニ寄らなきゃいけないし、お仕事になった場合って、どこまで制限されるんだろう。まあ、それは事務所と相談だよねきっと。なんかミスターが昨日普通に配信してて、あ、元気なんだ。でもインフル、なんかむずい。なんかもうインフルエンザとか忘れちゃった。でね、なんかどんなあれだっけインフルエンザって。どういう感じなんだっけ、忘れちゃった。そう、元気なんだっけ、え、なんなんだっけインフルエンザってみたいな。もうなんか世の中コロナコロナ言いすぎて、インフルエンザってなんだっけみたいな感じ。うん、まあでもちゃんと手洗いうがいマスクをしとけばどっちも防げるし、気をつけることが大事だと思うので。あ、アイライン引くの忘れてた。そうそう、危ない。あんなにアイラインの話してた。コロナの配信がダメでインフルのが OK。 あ、そうなの、謎。なんか全然 SNS とかも動いてるじゃないですか。待って、普通にないのかなアイライン。いやでも絶対多分乾いてんだよねこれ。うわー、乾いてんな。私調べとこう。ちょっと一応予備のアイライン引いとこう。固まっちゃったと思う。またインフルエンザじゃないや、インターネットで調べます。固まってしまったアイラインどうやったらって。ということで、それでは。
ランキングを読んでいきます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位スミちゃん、あと平熱まで回復さん、それは良かった、ありがとうございます。3位バージョン R さん、ありがとうございます。4位サイダに梅太郎さん、ありがとうございます。5位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。6位バードさん、ありがとうございます。7位ギャローさん、ありがとうございます。8位カワウソさん、ありがとうございます。9位木魚さん、ありがとうございます。10位ドグラスさん、ありがとうございます。11位くじの大悟さん、ありがとうございます。12位三浦アット HLF さん、ありがとうございます。13位卵アットハルピョンが食べているものはすぐ食べたくなる人、イエーイ、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はともさんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日もありがとうございました。また今日は夜やる、なんかこの撮影が押したら夜やらないけど、押さなくて通常通り、まあ押しても30分以内だったらやろうとは思ってるんですけど、ちょっとそれよりも遅くなっちゃうと、そうちょっとやらないかなって感じなので、また押したか押してないかはまた言いますけれども、はい、待っててください、お願いします。ということで、みんなはそうね、押さないように祈っといて、ググったらコップにお湯入れてつけといたらいい。え、これをこれごと、それともキャップを外してお湯に入れる、どっち、このまま入れとけばいい。またありがとう、でもまた調べとこう、私もありがとう、教えてくれて。ということでありがとうございました。この時間もまたこの後も配信できるように祈っといてください。それではまた夜か明日かお会いしましょう。またお知らせします。メール送ったり SN、 あ、そうだ、これだけちょっとみんなにさ、どうしたらいいっていう話だけしていい、これ一個だけ。そう、別に絶対12時半に終わんなきゃいけないみたいなことは、11時半だったじゃないので全然聞きたいんですけど、今インスタがちょっと投稿止まってる理由があって今3つこう並んでるじゃないですか、画商、なんだこれ NPP うさぎの絵馬あるじゃないですか。で本当は私これをもう3ターン続けたくて、あとだからあと2個ずつ本当はこの映像写真載せたかったんですけど、先に生誕祭があってそれを早めに載せた方がいいのか、ちょっと迷ってるんですよ。どうするべきだと思いますか。どうすべきなんですかね。私これどうしよう、迷ってる。でも生誕祭載せちゃったらなんかこの後これを続けるのなんか嫌だなと思ってやめちゃう気がするんですよね。順番時系列通り、時間経過順じゃダメ。別に1日1個とかにしなくていいのか、1日2つとか3つとか載せれば早めに載せれるか、全部ちょっと考えます。すいません、なんかでも今さら合唱、まあ1月だからいっかまた考えます。そうだよね、時系列通り、時の流れ、時の流れ大事。確かに。そうします、ありがとう。これあの卵さんが前にインスタの話って何って聞いてたやつ、これこれでした。すいません、ちょっと2日3日ぐらい遅れましたがこれでした。解決ということで、それではまた、またまたね、ありがとう、バイバーイ、ありがとうございました、またね、バイバーイ。